蹴っ飛ばして飛ばしたっていい時に遠慮なんていらないコミュニケーション。君もそこの君もそこの君だって持ってるオピニオン。今日はスッと解放、意外と広いストライクゾーン。声が出せないんだったらはい鳴らせ、ハンドクラップがある。それかもっといけるんなら体揺らしてダンスがある。それは恥ずかしいってなら拳上げなや高く高く、要は得意分野でやっちゃってくれ俺の分まで。ちょっとくらい自分くらいって油断してる隙に熱が冷めてくぜ。でも無理に背負い込むなよ責任感、自分の中のベストでいいんだ。 90% じゃ足りなくてやっぱ 100% 出してくれ。一人一人点でバラバラでいいんで同じとこ目指す仲間だから。一人一人点でバラバラでいいんで同じとこ目指す仲間だから。一人一人点でバラバラでいいんで同じとこ目指す仲間だから。じゃあ